アイドルグループ、スリジエが30日、東京、秋葉原のグレースバリー一部公演で、組閣を行い候補生4人の正規メンバー昇格を発表。愛姫、IT=18 は、月組、葉月ラム、24、は、星組、日向奈央、24、と、黒崎リアン、13、は、10組に加入する。今年1月に予定されていた組閣は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け延期。約5ヶ月後に、ようやく開催された。トリで出演した4人は2曲をパフォーマンス。そのまま、正規メンバーが後方で見守る中、リーダー、中丸葵、24、が、昇格者を発表。候補生全員昇格となり、安堵の表情を見せた。高校3年生で、アクションとシュートボクシングが、特技の愛姫は、月組は、キラキラしていて、女の子が憧れるユニットなので、私もキラキラ輝けるアイドルになれるよう頑張ります。にっこり。正規メンバーとして、最年少世代、13歳の、黒崎は、中組は、パワフル、元気、可愛いというイメージ。見た目も幼いと言われますが、大人、お姉さんに負けないよう元気で頑張っていきたいと若さをアピールした。一期生の葉月は、組閣当日になってドキドキしてきたと打ち明けた。長く候補生として活動し、ようやく念願のピンク衣装に手が届いた。星組はみんな大人っぽくてダンスも手先まで綺麗。私が入ることで良くなったと言われるようになりたい、意気込む。同じく1期生の日向は、候補生のセンターを務めてきた。卒業によりメンバーや公演が減少したが、4人でも正規ユニットを超えるパフォーマンスを見せようの思いで、ステージに立ち続け全員昇格を勝ち取った。それでも、これが、スタートライン。パフォーマンスを磨く部分があるので向上心を持って活動していきたいとさらなる飛躍を誓った。候補生卒業、正規ユニット加入日は決まり次第告知される。